北海道の競馬をもっと熱く楽しく AGBC 競馬ファームさあ、はい、春の G1 ペナントレースも3回目にありました。序盤のね、大事なとこ来てました ね、はい、ということで今日のゲストはキノ…キノ G じゃ間違えないこっからですか、もうちょっと競馬部初登場、金城マイルアナウンサー、金ちゃん、はい、ようこそ。よろしくお願いします。やったー、初登場。なんかやったーって。やったー、喜びみたいな。あ、そうなんだ。出ていただいて、出なかったって。そうですね。あ、そうなんですか。憧れだったんです、キューフローに出るのが。で、僕ら何回もオファーしてるけど、断られてる。いや、そうなんですよ。出ない、出ない、出ない、出ない。その日データがあるんですって、よく。そう。出ないでもいない、印象悪くなるっていう。今日なんか、とか今日終わりの時間、結構気にされてる。別に遅かったから、ちょっと僕がね、ちょっと気になっただけであって、中継で遅れちゃって、すいません、もう9時から収録ね、大変です。遅っということで、そしてもう一方、HBC テレビ編成部、テレビ編成部の田島真一さんです。よろしくお願いします。普通みたいなネタに、いやいや、なんて呼ぼうかなと思って。今田島さんが競馬もずっとやってますどれぐらいやってるんですか。歴で言うと今村に言う、おっ、まさに天皇賞にぴったりの、まあ、ちょっと成績振り返っていきますか。1回、2回と終わってます。まあ、ちょっと水さんやってください、僕言うか。いやー、なんかね、知らんうちに点入ってたみたいな展開ですけども。ね、水野さんの今6点、マステラベルチ頑張りましたね、3着、うん、だから今のとこ馬券2回連続で水野さん当ててると。そうですね。で、3枠のゲスト枠、女神枠も好調ですね。最初に与永さんが当てましたんで。ちょっと、大花賞なんで忙しい、そこから来ますね。ひどいよね。札幌2歳勝った忙しいよ、なんで20番誰も入れてない。誰も入れてない。おかしいね。おかしい。どう？田島さんはどうだし？当たり前なんですか？札幌2歳勝ってるんですよ。なんでその札幌2歳って？札幌にゆかりのある馬は買わないわけにはいかない。天皇賞春。はい。いつもは京都競馬場でやってますけど、はい、今年は阪神です。それが大きなポイントですよね。はい、で、最近の阪神の傾向を見てると結構レコードが出るんですよ。馬場早いんですよ、タイムが、うん、もう開催終盤なんだけど結構スピード勝負になってるというところにちょっと私は今回目をつけて、それを軸に予想しようかなと思いました、はい、で、スピード勝負といえば男馬と女馬、どっちが有利だと思いますか、金ちゃん。やっぱり早いんだったら男馬じゃないんですか。あちゃー、ええ、牝馬でしょ。牝馬の方がスピード速いですよね。スピード勝負になると。そう、馬によるね。え、ちょっと待って、そう。あれ？え、田島さん、そうじゃない？そうとも言えない。え、嘘。二歳戦とか速い時は割と牝馬のスピード型ってあるけど、これ古馬のね、ベテランの馬たちが揃うレースなんですよ。しかも3200っていうね、中央競馬の地の中では一番長い距離。わかりますよ、はい。おっしゃることはわかる、はい。でもその3200を加味しても、やっぱり速い馬場なんで、スピードをちょっと重視しようかなと思うわけです。うん、大丈夫ですか、なんか、ペース。で、ペース乱れてますけど。で、牝馬に目をつけました。で、この中にいる牝馬は3頭だけなんです。はい、ウィン・マリリン、カレン・ブーケドール、そしてメロディーレン。メロディーレンっていう馬が金ちゃんすごいんですよ。おお、メロディーレン。あのね、体重がね、周りの馬に比べても100キロ以上小さい、うん、もう小柄なね、細い馬なんだけど非常によく頑張ってるという、うん、まあ、ちょっと話題になった馬なんですけど、すごいあれね、あのキューちゃんのスタッフは毎日インスタグラムを見てるんですよ。メロディーレーンちゃんとか言って、アイドルホースですね。アイドルホース、おー、すごい、なんかね、バズったりしてる。へー、かわいい、かわいい、フォローしてる、フォローしてました。めちゃくちゃ好きですね。あの天皇賞春って、まあ、水野さんたちだとご存知かもしれませんが、菊花賞とのこうね、親和性が高い。菊花賞っていう、はい、あの若い時に出る 3000m のちょっと長距離のレースがあって、それに出てる馬っていうのをちょっと重視して、メロディーレーンもね、菊花賞出てますし、うんうん、
まあ、フィンバで菊花賞出てる。これはね、いいんじゃないかと。はい。これでいきます。ワイドボックス、ウィン・マリリン、カレン・ブーケドール、メロディー・レーン。うん、1000円かける3000円。3000円。もう単純に、分かりやすく。おっと、田島さんが痛そうな。痛そうな。やべ、ちょっとかぶってる。あ、そうそう。あら、あら、まさかの。あれ、お、ちょっと田島いてる。当たんねえのか、これ。違う、違う、違う、何言ってる。なんでワイドなんじゃ。うん。いや、やっぱ馬単で行けばいいじゃん。そこまでの自信はないんだよ。そこまで自信ないっす。やっぱ二頭だから弱いんだよ。いいえ、部長一番の宿敵現れるかもしれない。自信あるんだったら馬単とか三連単で行きなさいよ。もう絶対呼びたくない。三連単一点勝負でいいじゃない。いやいやいや、ダメなんです。やっぱなんでワイドなの。いや、だって二頭クリアですよ、この中から。優柔不断馬券なわけ。ワイドで、ワイドでね。あくまでワイド。あくまでワイド。買えませんよ。ああ、そうです。それは買えないよ。ちょっと私ね、もう6点取らせていただいてるんで、うん、ここはちょっとね、狙ってみようと思いまして、やっぱ穴、荒れることを期待しようと思って、じゃん、天皇賞ね、春、荒れる時の法則、穴馬の法則というのをね、うん、させていただきました。それがじゃん、はい、さあ、田島さんも好きだというイングランディーレ、2004年に10番人気で1着、そして、ビートブラックという馬が2012年ですね、14番人気で1着、まあ、ここ最近だとこの2頭が穴を開けたってことで、うん、まあ、衝撃的だったというかね、そういうレースだったんですが、この2頭にある共通項があります。探して何でしょうかというところで、牝馬、いや、あのビートブラックもイングランディーレも5番です。すいませんでした。はい、はい、田島さんどうでしょう。なんだビートブラックが分からない。はい、実はですね、この2頭じゃん、新馬戦がダート、まあいいな。ダートで砂のレースね。あ、なるほど。え、引っ張り出してきたのに新馬戦、これがポイントなんです。コバだって言ってるじゃない。やった、あなたね、これがポイントなんですよ。じゃあ、つまりイングランディーレは2001年ね、ダート1000リレーデビューで交流重賞、あの地方競馬との交流重賞でも V をねしたこと、優勝したことがあるぐらい、ダート砂ってやっぱり金城さん芝よりも当然力がいりますよね。いりますね。当然時間ね、かかりますから。いりますね。はい。え？いります。で、ビートブラックもデビュー戦ダートだったんですよ。で、初勝利もダート。だつまり、要はパワー適性、ダート適性があるなと思ってデビューさせてるわけですよ。パワーがあるっていう前提でね。スピードより。そう。で、やっぱり天皇賞3200メートルを乗り切るためには、ある程度のやっぱりパワーが必要であると、うん、そういったところで、阪神って京都競馬場よりもやっぱ坂が最後直線あったりするんで、よりパワーが必要な競馬場なんですね。なんで今年こそよりこのね、ダート経験っていうのが生きるんじゃないかと踏みました。じゃあ今年どうかということで、じゃん、いるんですか。でね、残念ながらね、デビュー戦ダートっていなかった。いなかった。いや、いるのかと思ったら、ね、いなかったんです。なのでダートを今まで走ったことがある馬っていうのが3頭、ジャコマルとシロニーとナムラドルマル、この3頭なんですよ。で、ともに、で、この3頭です。で、一番実績があるのはシロニーという馬で、もうダートで4勝してます。はい。で、この3頭でどうかなって悩んだんですが、悩んで悩んで、結果本命はジャン。ナムラドルマル。で、これ白に買いなさいよ。で、なぜかというと、いや、で、ナムラドロバンはやっぱりね、前走阪神大賞典で、ね、雨の重番で3着に入ってきて上がりが良かった、最後の直線でね。で、今回予想されるのが結構前に行きたい馬、先行馬が多いと思うん でしかもあの阪神競馬場の 3200m 最後内回りで直線短いんで、ある程度早めにこう仕掛けていくと思うんですよ、各騎手が。なのでこのナムラジャ、ドロバンっていう馬は後ろから行く馬なんで、みんな早めに仕掛けてって、最後後ろからグッと来て3着ぐらいに来るんじゃないかというのが読み。ディアステラ、これはごめんなさい、前行きます、前行くけども、かなり前走のこの同じ距離同じコースで、勝ってます。でタイムも良かったし、
例年の天皇賞春のペースと比べてもかなりいいラップで逃げ切りました。なんで今回も G1 でも通用するレベルの先行力あると思います。この2頭はでディアスティマが残ってナブラドの番が突っ込むんじゃないかということで、この2頭軸の3連複総流し、これはつくと思います。相当はい、これでホームランを一気に狙います。この100点ずつで1500円で、あとナブラドの番の副賞を1400円で、単賞100円、これで勝負。これが今年の天皇賞春。2人の勢いがすごくて、なるほどなと思って。大丈夫ですか、大丈夫ですか。水野さんはいい声でね、うん、説得力があるように見えるけど、はい、全くないよあれ。そもそも金ちゃんは競馬はどうなんですか、今までこうやったりとか。一度だけそれこそ札幌競馬場でやったことあるんです。おで、いや当たったんですよ。500円かけて、まあ、串取りちょっと楽しめるぐらいには増えてる。いいですね、じゃあ。それいいすげー。そう、みんなで楽しめる分ってこと。あ、一人でですね。あ、一人で。一人で。でもちょっとふわっと増えて、あ、楽しいって思ったので、ちょっとこれは次も当てたいということで、ウィンマリリン。おお、かぶった、かぶった。一つ目は響きです。あの HBC のマリリン。そこだった。近所マリナ、 HBC のマリリンでございます。そういうことか。なんですけど、なんですけど、なんですけど、一応ちょっと見方とか調べて、私はなんかこうサイトに書いてあったのは、この騎手との相性が大事だと。うんうんうん、いや相性大事で、この読み方見たら結構いいんじゃないですか、この横山さん。横山武史、いや今絶好調ですよ。この前の皐月賞初めて、あの勝ちましたけれども、 G1 乗ってる騎手です。お今一番乗りに乗っている、乗ってる、うん、そこに目をつけました。絶対つけた。絶対今言わないだろう。今回横山って3人いるんですよ。うん、これ全部親子ですか、はい、えそうなんですよ。そう、一番お父ちゃんが横山乗りって書いてる。オセアグレイド。へえ。でその息子が横山武史と横山和、うん、ジャコマル。これ息子が親に勝っても大丈夫なんですか。大丈夫です。大丈夫ですか。ええ、俺もウィン・マリリンでいいと思います。へえ。これが1着になると思います。1着になると思います。俺はここ最近上がり勝負だと思ってるので、うん、はい、今回でいうと3200なんで、35秒切っている、馬、サンハロン35秒切ってる馬っていうのをベースに考えて、うん、しかもちゃんとレースの展開とかそこら辺を見た上で、一番いいなと思ってるのがウィン・マリリン。しかも若干カレン・ブーケドールをいいなってちょっと思っていたんですけど、堀内君が選ぶのでワールドプレミアにします。いやいや、そこはいいんですよ。カレン・ブーケドール、堀内予想ですもんね。そうなんです、堀内アナの予想をベースに予想するっていう、はい、そうなんです。いいじゃないですか、新たなスタイルが生まれてきています。ウィン・マリリンとワールドプレミアあたり、そして、水野さんの、逃げがひょっとするとっていうところを考えると、うん、ジャコマルも面白いんじゃないかなというふうにちょっと思って。違うか。できました。はい。では3枠の解明お願いします。はい。じゃん、当てる。はい、こちらです。はい。お。ウィン・マリリン、オーソリティ、カレン・ブーケドール、ジャコマル、ワールドプレミア、馬連300円、ボックス3000円。おお。これ2な買い方ですね。何が来るか分かんないじゃないですか、結局。うん、当てに来ましたよ。でもこれジャコマル来たらもう万馬券でしょうね。ね、ジャコマルが逃げ残る可能性、はあ、あと牝馬がワンツーを取る可能性、うん、上がり勝負でワールドプレミアが普通に勝つパターン。そうですね。勢いに乗りつつ、頑張っている川田君が来るパターン、うん、っていうところで幅広く5等ボックスにするとこういう形になって20丸は2丸です。イエイ。
はい、当たり。何勝手に当てた。いやでも、ああね、いいでもなんかそうですね。ウィンパビリンが来た時にここの戦いがどうなるかっていう見物が、うん、そうだね。カレンブラケブルーの2着付けっていう可能性も、まあ、そう、さっきちょっとちらっと喋ってたんですけど、結構そのいいとこ止まりじゃないですか、カレンブラケブルーね。いいばっかり。そう、1着ないじゃない。ああ、本当ですね。爪が甘いな。最後の最後の爪が甘い。堀内さんの今なんか俺金ちゃんこうやったのなんでお互いこう同期だからね。いやそうだよ。では最後はこれで掛け声で締めたいと思います。はい、はい、またさっきのやりますから。はい、はい、よろしくお願いしますよ。楽しくです。あ、楽しくいいですか、準備を。はい、北海道の競馬をもっと熱く楽しく HBC ケガでした。ありがとうございました。引き続きチャンネル登録よろしくお願いします。600人ありがとうございます。お、さすがトレーナーやってますね。やってます。今ちょっとトレーニングしすぎてお休み中、お休みをしています。どうですか、こう次回に向けて。いやー、スタミナもついてますし、スピードも上がっているので1位取れますね。見事に完勝。